今回は、ピッコロってネイルとどうかした後、人格変わってない?に対する読者の反応集について紹介していきます。それでは早速どうぞ。人格もどうかしてない?心配するな、人格はお前のものだ。ネイルさんのちょっとしたわがままだ。人格はどうかするがお前のものだ。記憶は共有されてると思う。ピッコロさんこの時点でまだ9歳なので記憶の量がネイルさんの方が多いから影響が強い。神様なんて何百年も生きてるからほぼ塗りつぶされて人格が。ピッコロ大魔王の何百年の記憶もあるだろうが。人格はお前のものだが徐々に侵食してやる。心配するな、人格が直接的に変化することはない。記憶を全て取り込むことで間接的に変化することはあるが心配するな。ベースは間違いなくピッコロさんだと思うけど、最長老様に関してはこれネイルの人格出てきてない?ってなるよね。神コロ様の時もこんな感じのこと言ってたけどだいぶ神様に寄ってたからな。まあ優しくされた記憶とかあったら変化はするよね。ジョナさんの身体持ってるディオみたいなものでしょう。よく読んだらピッコロの言葉に対して人格はお前のものだって答えになってないというか、人格まではどうかしないとも人格に影響はないとも言ってねえな。主人格はお前のものだ。こいつみたいなナチュラルなナメック星人だとどうかにあんまり嫌悪感ないんだろうな。ガチで死にかけてて余裕なかったから多めに見てくれるだろうか。多めに見てくれるね、グッドどうか。実は融合後の中身はネイルがピッコロのふりをしてた可能性。最初は変わることを嫌がってるけどナメック星人としてのアイデンティティをもらえたのは、結果的に良かったのではなかろうか。記憶が統合されたらそりゃ影響はあるよな。多分普通のナメック星人同士なら変わり映えのしない穏やかな生活で、人格も経験も似たり寄ったりだから本当に影響なかったんだと思う。今ようやく納得がいった。時間がない、ごちゃごちゃ考える暇はやらん。ピッコロが望んでたであろう幼少の頃から最長老に保護されての穏やかの生活の記憶を持ってるんだから、それもらっちゃったらピッコロさんの意識も変わるよ。戦闘力的にピッコロがめっちゃ若いってのが想定外だったってのはあるのか。地球の暮らしで丸くなったベジータみたいなもんだよ。物理的に合体した影響だけど。記憶共有して人格維持できるわけないんだよな。環境による成長をまるっと流し込んだ影響出てるだけだから、人格はお前のもの。そもそもピッコロ大魔王の子供みたいな感じでオリジナルではないし、そこからさらにネイルと神様と融合したから、もう大魔王成分なんてかけらほどしか残ってないよね。ネタ的には侵食されたってのは面白いけど、どうかはあくまできっかけでピッコロ自身の人格が変化してったんだろうね。マジュニア君、仮名は生まれたばかりのナメック星人です。マジュニアを作ったから神様が無事ってのもすごいよな。マジュニアだけ残って神様が死んでても不思議じゃなかっただろうに。一応大魔王の記憶は継承してるんじゃなかったかしら。まああくまでも父親の記憶として扱ってたのかもだけど。融合しないと危なかったフリーザ戦。危ないどころか信じられんほどのパワーアップを遂げて第二形態よりちょい上だから、元のままだったら第一形態にさえ瞬殺されてたと思う。でもまあ年長者に敬意を払うのは人格者になった成長と受け取ってもいいのでは。控えめに見ても戦闘力10倍は増えたから人格とか些細なことだよね。大魔王の記憶ないと俺は油断せず両手両足潰すぜー、とはならないからな。神様も何百年も生きてるとはいえ、あそこまで刺激の少ないところで生きてるとあまり影響する記憶はなさそう。上下関係だけはしっかり引き継がれたけど。ピッコロは海王星について1週間くらいでナメック星に召喚されてるから、戦闘力的にほとんど成長してないだろうしな。卵から生まれた段階で父親の復讐誓ってるから記憶は受け継いでる。神様と同化した時もすでにだいぶ性格が丸くなってたから、そこまで露骨な変化なかった。戦闘タイプじゃないナメック星人だったのに戦闘力は戦闘タイプを遥かにしのぐというチートぶりだからなかたっつの子。そもそも人格って体験記憶から構成されてるわけで、記憶が混ざればその人格は。ただでさえチート種族のナメック星人なのに竜族の天才児とかいう、恵まれた設定まであるピッコロさん。スーパーで後付けでもいいから色々やって悟空とベジータにまた並んだりしないかな。ただピッコロさんはどこか穏やかになってしまったから、闘争と勝利に意義を見出すようにはならない気がする。もっといっぱい融合したらいいのに。超ブロリーでは完全に戦わないポジションとして役割明確にあったのが、嬉しくもあり寂しくもあり。融合して記憶も引き継いだ以上相手の立場もある程度引き継いでしまって、結果だいぶ影響されてしまった。まあ人格というか自我はピッコロさんのまんまだし。
貴様らに殺されたナメック星人の怒りを思い知れ。洗脳されている。この時めっちゃ影響されてるのに、神様と同化する時もまんまと口車に乗っちゃう。まあすでにネイルさんと同化してたから。まあ力が数倍になったのは事実だし。何気なく読んでたけど同化って怖いよね。怖くはない。俺はきっかけにしか過ぎない。きっかけだけだから。最長老様安らかな眠りを。人格は変わらない。ただし俺の記憶と知識と人生経験を得てお前がどう思うかは知らない。というかキッコロ自体が同化せんともいろいろ変わっていったよな。そもそも同化以前から結構甘くなってる。先代の大魔王ならともかく、この頃のキッコロさんってかなり丸い人だし、それが同族殺された記憶と変えて敵討ちしたいってなるのは、同化というよりはきっかけ程度な気がするよ。キッコロさんってナメック星人からしたら、まだまだ若造だしネイルさんに精神食われちゃうのも仕方ないのかも。人造人間編ですっかり丸くなってるのは同化の影響か自分自身の変化かは見分けがつきづらい。キッコロさんがギャグやるようになるの同化の後からなのよね。性格とか変わっても本人は気がつけないし。ギャグは多分神様のせい。ナメック星に対して心身深くなったの、このあたりからだよね。今キッコロさんの頭の中には、神様とネイルさんがいて談笑でもしてるのかな。この時点でご飯かばって死んだ後だし十分丸いと思う。どうかしてすぐに究極のパワーを手に入れたとか言ってるし。この時のネイルさんめちゃくちゃリップサービスしてるよね。多少海王星で修行した程度でお前より強いわけないだろ。ネイルと神様と同化したことで人格としても、神としての器になった可能性はある。ネイルさんの4万、2000もこの時点ではなかなかに破格だよな。フリーザとギニュー以外はなんとかなるだろうし。宇宙で上位の強さのギニュー特戦隊に張り合えるから、宇宙最強クラスだからね。ナメック星の若者の戦闘力4桁な時点で結構すごい種族なんだけど。記憶が継承されて混じり合う異常人格形成に影響を与えるし、その結果かなり雰囲気が変わるが人格はお前のものだ。影響受けるけどネイルに近くなるなら、別に気にしないだろうから結果オーライ。神殺様って故障好き。卵を産みまくってちょっと鍛えて再融合を繰り返したら、めちゃくちゃ強くなるんじゃ。最長老様、どうか安らかに。このセリフ聞いたデンデがあなたはネイルさんと融合したんですね。ってなるくらい影響されてるのがひどい。その後優しい顔して笑うからな。本当のキッコロの精神はどこに行ったんだろうね。完全にネイル。ネイルを信じて。人格はそのままでも記憶はある程度受け継がれたっぽいし、どうしても引っ張られる部分はあるよね。性格が別にあるんじゃなくて本当に混ざり合ってるから、本人は別に違和感がない恐怖。同化や合体ってさりげなくやってるけど怖いよな。自分が自分でなくなるんだぞ。それでも相対としては失うものは何もない、得るだけなんだけどな。ナメック星人は同族の力の一部になるのを死と思ってないのかも。そもそも全員最長老の子供だから、このこだわり薄いのかもな。この性格はどうなんだろう、ほっさ？戦闘力高く見積もっても3万くらいのが100万以上のフリーザ第二形態とまともにやり合えるくらい強くなったんだから、そら調子に乗る。最長老が若く強い体を騙し得て灰になってる説。乗っ取られてる。ベースはお前だってゲンワレやそりゃ油断するよ。不満があるなら追い出せるらしいから、それをしないってことは双方納得してるわけだから問題ない。これも影響受けてそうだけど嫌いじゃない。キッコロだったりマジュニアだったり本当の名も忘れてしまったナメック星人だったり忙しいな。波乱万丈だからなキッコロの人生。